とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、ガチャります。最近ノリに乗ってるのでいい感じでしょう。でも今日のピックアップめちゃくちゃ微妙。ギガントボイラーとピラミッドパワー、そしてあの方のドレス、全部弱いね。全部いらない。でも装備とかもね、いいやつじゃないのよ。いまいち。まあこの前はね、エンマの服をピックアップなしで引いちゃったので、今日も出るでしょう。狙いはなりきり魔法使いセット、あれが欲しい。多分あの魔法使いのやつでファッションはコンプリートだと思うんだよね。ファッションを早めに手に入れて、で、あとはもう装備品の方に回していきたいので、まあ行きましょう。150連行きます。出なかったら160まで行こう。もうコインね、入手するのほんと簡単になってるんで、余裕余裕。来なさい。でもね、あのね、光ってるやつじゃないとほんと出ないんだよね。出た瞬間に光ってて、それが開く時にブルブルブルってなったら結構確定っぽいんだけども、どうだろう。今度ドッジボール強いか。バーストボール、いまいちだね。レベル400ぐらいか。使いません。いきます。20連目。まあ、せめてじゃないな。まあ、爆食メダルは大当たりだとして、爆食か、あとは、必殺技メダルも別にいらないんだよな。焼却炉ファイヤーかな、欲しいのは、今。あれがもう少し欲しいところ。春彦が出たね。OK、春彦が出たけども、使いません。セミマル、雷撃。まあ、いらないかな。30連目。金が来ないね。金来ねえな。しょっぽいのが当たってる。あきこさんが来てるね。あきこさん、ノーマルか。いりません。サイエンスパッションはね、これめちゃくちゃ持ってるんでいらないんだよな。赤点もだいぶ増えたね。200個。結構ね、最初、序盤の頃って、赤点はね、結構入手するの難しかったけどな。なんか出てるな。おし !2 つ。でも、光ってないからあんまり期待できない。剣の移行。まあまあ。おっと来た。ピックアップ。え?掃除機俺初めて見たぞ。これはお出かけアイテム。いや、こだわりアイテムだな。見てみましょう。剣の移行はまあ当たり。いいかな。お、超吸引力ハンドクリーナー。あー、ドロップアイテム回収範囲が 18% アップか。いらない。全然いらないな。見た目かっこよかったんだけどね。次、行きましょう。いや、まだまだね、見たことない装備があるっぽいね。まだ多分、2、30個あるんじゃない、見たことないやつ。もうガチャでね、全部出してやりたいわ。はい、大外れ。スキルもいいのがついてない。大外れです。これが60連目。いけ。金一つ。ブルブルなればちょっと確率が高いけども、これは、鉄パイプ?だよね。いらねえな。夜はいらない。バックドロッパーニャオスも別にいらないんだよね。大外れ。次行きましょう。はい。来い。金が出る確率少ないな。3個以上出たこと俺ないけどね。金が3つ並んだことはないな。
2個が最大だね。さあどうだ。まあまあここは次の次にすればね、そこそこ強いのでいいとしよう。でもいらないな、全部外れ。次、結構もうガチャもねだいぶ回してるからいらないやつが多いな。ああ、これヒロイックマント？まあまあヒロイックマントは強いからいいよ。うん、強いし、1個上に改造できるので、これはよし、OK、当たりです。大当たり。レベル500ぐらいの、最強のマントになるので、これは OK だ。あとは良くないね。はい、次。いきます。まあまあまあ、ぼちぼちいいのが出たな。はい、外れ。発展すればいいのが出るかもしれんけど。うん、赤発展の金がいいんだけどね。はい、外れです。ひどい。ひどいなぁ。このフライパンもね、最強のフライパンだったら、結構いいのよね。腹が減りやすいけど攻撃力が 50% ぐらい上がるやつがあるんだけどね。それならいいんだけども、微妙でした。次いけ、金一つ。うん、1個か。さあ何が来るでしょうか。あー、これピックアップのやつだ。まるであの、あのお方のドレス。弱いんだ。弱いのよ。もう一個上のレベルじゃないと、レジェンダリーでも使いにくいね。うん、微妙です。次行きましょう。レジェンダリー確率が 100% になるのって、一回しか見たことないな。あれはあんまりないんだろうね。はい、外れ。もう、見てわかる。大外れ。です。次。あと40連。あと40連。おっと、来た。来たよ。来た来た。おお、ちょっと外でもなんか、これ消防車だな。消防車の音が聞こえる。どっかで火事か。これはモモンガースティンガー。お、え、あ、あ、あ、これは、魔法使いじゃない？魔法使いだよね。来たんじゃない？え、まあまあ、見よう見よう見よう。興奮した。モモンガースティンガー。で、ド発展。で、モモンガーディアン。来てるね。ファイナル黒い稲妻。次じゃない？来たー！来たー！ついに、ファッション最後の魔法使いセット、出ました。ピックアップなしで。ピックアップなしで、出たよ。ほら、来た。来た、来た、来た、来た。じゃあ、残りはちょっと装備を回そう。よーし！ファッション全部揃った。もうね、あとは、装備品の見たことないやつを、当てていこう。よーし！ようやくファッションが揃ったよ。うん。装備品もね、レジェンダリーじゃないと、使いにくいんで、いまいち。宇宙服がね、もう一個欲しいんだよね。宇宙服。あれめちゃくちゃ強いから、すごい欲しい。あと一個。できればあと3個欲しい。パーティーに入れてる全員に装備させたいんだよね。はい、弱い。19%。来るでしょう。金。よし。じゃあ一個がいい。一個。おーっと、ブルブルしたよ。え、初めてだ。モヒカンヘッドだ。モヒカンのズラ？え、なにこれ。ズラモヒカン。かっこいい。防御力高いし。え、バトル中の人間キャラ一人ごとに攻撃力 15% ずつアップ。これは、タキシードと合わせれば強いやつか。
なかなかいいかもよ。あ、いや、めちゃくちゃいいぞ、めちゃくちゃいいぞ。そうか、そうか、そうか。はい、はい。めちゃくちゃいいのが出た。やった。今日大当たりじゃない。全然ね、今日はね、期待してなかったのよ。全然期待してなかったけども、魔法使いセットは出るわ、モヒカンは出るわで、最高だったね。うん。まあ、今日150連したけども、またコイン集めます。レベル上げをしてるとね、ほんとすぐに溜まるので、集めて、また150連ずつぐらいね、回していきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。